はい、お帰りお疲れ、こんばんは、マチコでございます、さあ今回はですね、クインダム2エピソード4、こちらの感想などをね、お話していきたいと思います。はい、今日もマチコと嫁マッチで、はい、お送りします、よろしくお願いします。それではクインダム4、2のエピソード4 クインダム4 急にスタート今回はですね、3組、ビビジ、ケプラー、そしてヒョリンネと、この3組のパフォーマンスがあったわけですけれども、まずはビビジ。ビビジちゃんね、はい、なんかもううなちゃん可愛すぎてさ、うなちゃん可愛いうなちゃんって可愛いって、うなちゃん、なんか練習してる時のストレートのボブも可愛かなかった、なんか可愛かったあれね、なんかいつもボワン、ボワンってさしてるけど、ナチュラルでも可愛いやんと思いながら見てて、可愛かったわ。で、この男性の人とペアになってさ、ダンスブレイクみたいなところでね、あれで一生懸命練習しててんけど、結局な、ちょっと本番ではうまいこと言ってなかったよね、あれは。もう周りに飛ぶんやねごめんごめんこのままいかへんかったからな、ない号泣してましたけれどもね。で今回あのタンゴみたいな感じがコンセプトで、3人ちょっとこうまた、攻めてきましたけれども、そうそう、宇宙創業の曲やもんねこれね、だから、でも良かったけどね、めちゃめちゃ良かったよ、かっこよかったし、合ってたっていうか、なんかビビジの曲かっていう感じのぐらいのかっこよさもあったしね。良かった、宇宙ソニオももうびっくりしてたもんな、私たちこれでカムバックすればよかったのにって言ってたよ言ってた言ってた、あーすごいって言ってて、綺麗しな3人とも、かっこよかったし、まあ、演出がねすごい良かったよね、赤と黒でかっこよかったな。で最初みんなふわふわのスカート履いとったんが、途中でパンツスタイル、ショートパンツスタイルみたいになった気がすんねんけど、パンってね、そうそう、パンってパンって取り払ってね、でそっからちょっとダンス激しめのみんな踊ったりして、最後かっこいいなっていう感じ。うなちゃん、うなちゃんは、まあ、しんびちゃんもな、しんびちゃん好きやもんね、よかったけどな本当に、うなちゃんって可愛いよな、可愛いわ、そう、最も美しい顔100にね、元打つ100にエントリーされるぐらいですから、可愛いなと思って、なんかほーっとして見ちゃってたけど、もう色が白くて可愛くて、スタイルもいいねんな、なんかメリハリのある体してて、ちょうどいいね、ちょうどいいね、細すぎず、いや、めっちゃ細いんやと思うねんけど、なんかガリガリって感じじゃないねんな、違うね、なんかいい感じやねん、女性らしさもあるっていうか、顔も小動物系の顔可愛いなと思って、まあ、だからウサギ系ですよ、ウサちゃん系なんかな、韓国で人気のね、だからちょっとユジンちゃんとジャンル的には同じようなね、ケプラのユジンちゃんとジャンル的には同じような感じですけど、よりちょっとなんか端正というかね、もうかわいい、うわお人形さんやで、ほんまお人形さんやな、で最後めっちゃ泣いてたけど、大丈夫よそんな泣かんでと思ったけどな、あの足がね、ちょっとタイミングが合わなかったからうまいこと練習したのができなかったって言ってたけど、確かに、あ、見てて、あ、失敗したなって、右足がさっき行って、その後左足もうまいことくるんって、そこ行かなあかんねんけど、こう行ってこっちちょっと曲がったまんまこう行っちゃったっていうので、難しいんかなあれって、そうそう、あれは難しいですよ、私でもできそうみたいな、そんな言い方やめてくれる、no、いや、なんかあんなに練習してあんなにもう失敗してんから、ずっとダンスやってね頑張ってる人、そうや、見てるだけじゃわからないすごい難しさがあんねやろうなと思って、本当に練習の時ちょっとできてたもんな、うなちゃんな、ノアノアな、だから、まあ、それが本番ではやっぱりなかなかできなかったっていうのがショックやったんで、ガー泣いてたけど、あの泣いてるうなちゃんの泣き顔は予告には入れてけへんわけやんか、そうやな、なんでやろうな、まあ、そこも結構泣いてたのね、ケプラーばっかりやってね、なんでやろな、なんでやろね、 あんだけ泣いてたらな、ほんまにあれもうー言うてやってんの入れといたら、ビビジに何がみたいな、余分なるわけや、でもあの練習風景を入れたかったんかな、一生懸命やってる練習風景を結構入れたくて、どっちになったんかなっていうのを見せたかったんです、失敗したんか成功したんかっていうの、泣いてるのはもう見せたら失敗したんやなってバレてまうから、そうそうそう、逆にな、でケプラーは別にそんなんなかったやんかなでも良かったですよ、良かった良かった、ね、だから私評価、マチコ順位では一応3位に入れてましたからね、前回の3組の暫定順位はイダレソニョ、ウジュソニョ、ブレイブガールズ、
だったわけですよ。ウブゴル姉さんたちね、という感じで終わったわけでございます、はい。まあでも私もこう見てて、あ失敗したやんって思ったけど、現場で見てる人らにしたら、その練習の姿見てへんから、うん、別にあれを失敗とも思わへんわけですよ。まあ、あれはあんなもんかなっていう感じで、仲間うちとかだったらちょっとあそこはあんまし足上がってなかったなって思うかもやけど、うんうん、みたいなこと、うん、別にな全然大丈夫なラインです、うんうん、本当に良かった。ウジュソニョもびっくりするぐらいの出来やったんで良かったなと思いました、はい。で続いて、これが問題のね、ケプラーだったわけですよ。ケプラーがねー、歌も何歌ったらいいのとか言ってて、な大人の歌詞がわからないとか言いながら倦怠期がわからないとか言いながらな、ヒカルちゃんがめっちゃ、ブレイブガールズのね曲をやるにあたってですよ、うん、ね、ブレイブガールズ姉さんに電話して、うん、ほんで倦怠期って何ですかみたいなこと無邪気な、うん、質問してましたけど、で結局その曲にはせんかったよな。そうそうそう、うん、なんかプールパーティーっていうちょっと明るめの夏っぽい歌でした。こっちの方がいいかってなってね、イエソちゃんのね、うん、不思議の国のアリスみたいな、うん、コンセプトで始まって、うん、イエソちゃんってなんか演技力がすごいやん。それはもう子役出身ですから、子役もやってたからか、うん、あの時もあのフェイト、そうフェイトの時もさ、うん、踊ってるだけやのになんか泣いちゃうぐらいさ、よかったの本当によかった、うん、感覚が、うん、顔の表情っていうか、そういうのがすごいなと思って。そうそう、だから今回あのさ、フェイトをこう彷彿させるようなさ、最初のソロの踊りがあったやんか、うん、そうそう、もう出だしのね、すぐのところ、だからなんか期待値がすごいぐんと高まったというか、うんうん、わイエソちゃん可愛いし、なんかすごいわと思いながら見てて、なんThis is Arno!久しぶりで、でまあスタートしたんやけれども、うん、結局その、やった曲がプールパーティーっていう曲 で、うん、でプールパーティーってどんな曲だっけって聞いてみながら、あこれってサビのところローリン入れるよね、ハマるよねみたいな、うわそれいいとか言って、うん、ほんでプールパーティーだからシャボン玉とかほらあの水鉄砲とか、うん、子供小物もいろいろ使えそうじゃないみたいな話してて、でうちらで、うん、それやめときと小物は危険やぞと、小物やめとけと、うちソニオ見たやろと危ないでって言うた、滑るでって言うたにもかかわらず使いやがったって使いやったね。ほんでまああの可愛らしい爽やかな感じのねステージに、みんなずっと金曜、うんキヨーって言っとったもんな、見てる子たちね、なってましたけれども、なんやろな、途中、まあ、見せ場というか今回のこの曲のアレンジ、うん、演出の一つの見せ場として手すり、うんうんうん、手すり、うんね、手すりがバーッと登場して、ほんでそれになんかラインダンスみたいな感じでみんな並んで、うんうん、なんか体斜めになったりなんかしながらやってましたけども、うんうん、ああもう一つやったな。そう、うん、いや綺麗かったね、うん、練習したなっていう感じやったけど、うんうん、ちょっとあのあれそれだけ見たらええけど、全体の中で、うん、今回のクイーンダム2のみんなのパフォーマンス全体の中で見たら、ちょっと弱いしょぼいなっていう気がしましたわ、うん、ほんでね、心配したにもかかわらずやってしまった、シャボン玉演出、うんうん、ユジンちゃんが大きいシャボン玉の中に入って中に入っちゃうっていう、でツンってやってパンって、ね、可愛かったけど、可愛かった、うん、でも可愛かったけれども、これがちょっと悲劇を生んだよな。そうやね、うん、多分そのシャボン玉液が足の裏についたんやろね、うん、滑る言うて、はいはい、手すりダンスの時もなんかツーツー分かんなかったけどね、分かれへん、そんなもう見てる側はそんなの分かれへんかったけども滑って思う通りにできへんかったと言って、もう泣いてたやな終わってから、うん、でも滑るでって言うたやん私滑るかもしらんで、うん、それはってやめときって滑るでって言うたし、ね、ほんでまたほんあのそのシャボン玉演出もさ、こう見私はテレビで見てたやで、まあ割とねドアップで見てたけれども、ああシャボン玉なんやってちょっと言われるまで気がつけへんかった。そう私はね、私はう、うんうん、だって透明やねもうまあそう透明やし、もう何してんのかなっていう感じで、うん、だからそれを、ね、テレビやったらもう一瞬やし、それでやっと分かったけど、会場にいた人たちにしたら、うん、何があったのっていう人も多いかもしれない、うん、そんなつつつ滑ったりするリスクを犯してまでやってたほどの演出効果なかったよねって思ったんよ。で手すりもそうやって、まあ、ちょっとしょぼかったし、ほんで最終的にあのダヨンちゃんがクライマックスのところでね、まあ、皆さんお客さん煽って通路の方出て行って、うん、花道みたいなところ出て行って、うん、で最後、まあ、2列になって終わるっていうところやけど、そのダンスのところで残念ながら客席ドーンと落ちてしまった。そう消えたと思った私、うん、読み待ちすぐ気がついたよね、うん、落ちたって言ったもんね、うん、なんか
ちょっとネタバレみたいなんで、うん、先にだいぶ前やけど、うん、なんかダヨンちゃんがこけたみたいな、こけたっていうのね、だからなんか起こるんかなってちょっと見てたとこあってんけど、はいはいはい、それ注目してたとこあったよね、そろそろなんか起こるんかなとは思っててんけど、うん、あこれかと思って、でもまあハプニングというかね、うん、でもすぐ戻れたし怪我もなかったからまあ良かったかなと思ったけど、うん、そうです、すぐ戻ってねエンディングはこう決められましたから良かったんですけど、でも本人にしてみたら、うん、やっぱりショックやったんやなっていうことでね、泣いてて、ね、今読みましたも言いましたけども、今回それで感動したのがやっぱりヒカルちゃんが素晴らしかった、うん、あれはミスじゃなくて、うん、ハプニングだから、うんうん、最後までやりきったことがすごいことだよっていう、うん、でヒカルがそれを言うっていうね、うん、本当に、うん、その通りと思って、まあ、いっぱい泣いて順位発表の時にはもうダイオンちゃんね元気な顔で登場してましたけど、うん、でも青技でいっとったよね膝、そうやな、うん、やっぱどっかぶつけとったんか、うん、でも偉いよね、うん、みんなの前ではっていう出演者の前ではもう絶対泣かないみたいな感じで、うんはいはい、強く振る舞ってましたし、うん、そして最終ね最後のパフォーマンスがヒョリン姉でした、ヒョリン姉さん、これもさ予告ですごいさ上から出てくるとこをさフラフープみたいな輪っかにぶら下がってさやってたやんか、うん、これヒョリン姉すごいのやるでって思ったやん、はい、私は、はいはいはい、もうとんでもないのしてくれんねんって、うんもうめっちゃ期待しながら見たのに、はいはい、それでもすごかったよね、そうやなだいぶハードル上がってたけどそうそう、うん、それ超えてきたもんな、そうやね、だからすごいなと思って、うん、やるなヒョリンね、ヒョリンねはすごいですよ多分プレッシャーもあったと思うけど、1位前も1位やったし、ねうん、今回もなんか取り足すごいのやってくれんやろうなっていう、うんうん、みんな期待してたと思うしな、うん、それに負けてないっていうのがまたすごいわ、その中でね、あんなピンピンのヒール履いてたんやすごいな、ピンヒールでですよ、ほんであの輪っかから捕まって降りてくるんだけど、あれ命綱なしやもんな、あったってあったら踊られへんもんね、その後、うん、どうなってんやろうと思って、そうそう、なんかなさそうな気がする、下来たらカチャンって外してやんのかなと思って、いや違うね、もうないねすごないなんか落ちたらやでプロコンの怖い怖いなあ、ふって上で待機してる間になんか気が遠くなったらどうするのとか思いながらさ、そうこれも最初な、うん、練習の時はなんか、うん、無理とか言ってやってなかったけど、うんマスターしてすごい、でもかなり筋肉痛になってるはずやで、これ普段使ってないもん、ね、これもなんか軽くやってるように見えるけど、うん、超むずいんやろうな、むずいですこれもう本当に腕の筋肉、マキュアットウーマンみたいなコンセプトでね、これはまあイザネソニョの曲でね、これをやるんだって言った時に、ほんで黒いあのスーツで身を固めて、うん、そんなイメージなんだよねって、ほんであそう考えたらキャットウーマンがイメージできたから、うん、それで行こうと思って、それいいね言うて、うん、リモート会議でやってたやんか、うん、であれを見た時点でまあまあすごいな、やっぱりこういう人たちがブレンとして周りにいるからヒョリン姉をこんだけのステージできんねやなと私は思ったわけですよ、うん、パッと言っただけでパッと汲み取ってくれていいものを考えてくれるっていうことになってんねんな、うん、だからもうヒョリン姉が今まで積み上げてきた、うん年月の中で行ってきたステージってもう何百ステージなわけよ、うん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 、シスターの頃からね、数えても、うん、でそれをまあずっと一緒にやってきたかどうか分からへんね、うん、でもそのプロフェッショナルと言われる方、曲のアレンジをアレンジするアレンジャーの方、振り付けの方を、うん、ね舞台演出する方、うんとかね衣装をヘアメイク担当する方っていうのもそういうチームになってるわけ、もうヒョリン姉の場合、うん、でそれでヒョリン姉が一番どういう時に輝くか、うん、ヒョリン姉の魅力はどうしたら一番よく見えるのかっていうのを知り尽くした集団がヒョリン姉のアイデアと構想をもとによしほんなこれでいきましょうって言ってボンって出したのがこのステージ、うん、っていうことやから、もう一気にもうツアーの一部を見てるみたいな感じになったやん、うんうんうん、やっぱり前回もそうやけど今回もそこがもう残念ながらケプラーには足りないとこで、個人個人のスキルとか実力はもうそこそこちゃんとあんねんけど、でもその魅力を引き出せるブレンっていうのが周りにいないから、うん、ちょっと、うん、違うなってなっちゃうから、そうそうそう、もったいないなみたいな、うん、今回どうしましょう、うん、あのさ手すりを使ったさこうダンスっていうの前ねどっかのステージ見たんだよね、あれやってみないみたいな、うん、
感じの、まあ、結構、まあ、テレビ的な演出家の演出っていう感じがするのね。シャボン玉だ、なんだって、うん、でもヒョリンレノハも違うね。もうステージ、ツアーのステージっていう感じの演出が入っている、うん、ダンサーも含めね。例えばその辺のやっぱ経験値のあるかないか、本人もそうやし、その周りのブレンドね、やっぱりケプラー、まあ、言うたらケプラーのデータが少ない分、その周り、そのケプラーの周りもプロの人たちが固めてるわけやけど、うんうんうん、でデータが少ない分引き出しきれなかったっていう、ね、経験が、あの時のあれ良かったからまたやろうがないもんね、うん、そうそうそう、キプラの場合はね、うん、だからそれはもうヒョリンレに限らず、経験値の高いウジュウソニョとか、うん、ビビチとかそういうところにはすごく生きてきてるわけやんか、うん、ただブレイブガールズさんにしてみたら、うん、いや経験めっちゃあるやんと、うん、長いことやってきて、いろいろステージもやって、いろんなステージやってきてってなるけども、申し訳ないけれども、ブレイブガールズさんたちは脚光浴びたのは最近、うん、でそういう大きなステージの華やかなものっていうのは、これはケプラーと同じでデータがないわ。だから自分たちの良さっていうのを自分たち自身もなかなか表現しきれないっていうことが今回の敗因だったって本人たちもね言ってますけれども、ヒョリンさんにちょっと指摘されてね、もっと自分、ブレイブガールズらしいものを見たかったって言われて、それにすごく納得してたっていうように、ブレイブガールズさんたちも舞い上がってしまっている、この大きなステージに飲まれてしまっていったなっていうような感じがして、まあ、結果発表がありました。順位1位がヒョリンレ、まあもうだろうなと思ってたけど、やっぱりそうやったな、もうこれも文句なしよね。かっこよかったもん、本当にビシッバシッずっと見れるなっていう感じ。なんせ歌がもうめちゃめちゃうまいし、歌もいいしな、もうそれにまあ加えてダンスで、このまあ表現力、演出構成力もすごいな。2位がこれもまあ予想通り、うん、イダレソニョ、うんうんうん、よかったもんね、なんか、ミュージカル仕立てでさ、うん、素晴らしかったですわ、まあ、もう華やかやったしね、豪華やったし、うん、よかったですよ。で3位に、私はビビジって思ってたんですが、うん、結局、まあ、総合点でいくとウジュソニョ、ウジュソニョ、はい、もうこれもでも文句ないですよ、うん、今回も良かったもんね。最初にやったからちょっと、うん、薄まったけど、うん、よかったもんね、かったやっぱり、かっこよかった、すごくよかった、うん、歌もよかったし、うん、で4位にビビジ、ビビジ、はい、これもあ、なるほどと。であと5位6位がケプラー、ブレイブガールズ、さあどっちがどっちみたいなとこやってんけれども、うん、私の予想ね、順位的には今回はもうブレイブガールズ、ケプラーという感じやったんですけども、総合評価でケプラー、ブレイブガールズ、うん、私はまあちょっとやっぱり身内的な目が強すぎて、ケプラーに対してはさ、うん、その分ちょっと厳しい見方してしまったんかなという感じがすんねんけど、でもなんかすごくあのまともな票やったんちゃうかなと思うよね。そうね、なんかグローバルが強そうってさ、ケプラーは、うんうん、グローバル思ってたけど、グローバルの票が全部ケプラーに集まっちゃうんじゃないのみたいな感じもあったけど、そうじゃない、ちゃんと意外とちゃんとね、うん、1位っぽい人がちゃんと1位取って、うんうん、ってなってるなと思って、うんうん、ちゃんとそのステージの評価だったな、うんっていう感じがしたんで、そこはねすごく面白いな、今回クイーンダム2はっていう思ったところです、うんうん、ブレイブガールズも別に良かったけどね、私は良かった、めっちゃかっこよかったよ、頭にちゃんと残ってるっていうか、うん、そんな点で言ったらもうブレイブガールズの方が残ってんだよ、ケプラーよりも、うん、パフォーマンスとしては。ただ、まあ、前回の感想まとめ動画でも言ったけど、最後のちょっと終わる前の、うん、ダンスパフォーマンスが余分やったなそうじゃなくてもっと違う感じで、うん、あのダンスパフォーマンスいらんかった、あれをやったが上にゆえに、まあ、ちょっと息切れして最後のパートが伸び悩んだ、まあ、コロナの影響もあったんやけども、うん、そういったところも含めてやっぱりヒョリンレが変に力が入りすぎて、自分らしさの自分たちの良さで勝負してほしかったみたいな、うん、いうのはやっぱりそういうとこじゃないかなと私は思いました。うん、今回はヒョリンレ、そしてイダレソニョ、ウジュソニョ、ビビジ、ケプラー、ブレイブガールズという結果になりましたが、うん、ブレイブガールズも前回は5位だったんで、そうそうそう、今回もね、6位になりましたけども、次のバトルがね心配やね、うん、だからどっちがイダレソニョか、うん、ブレイブガールズがもし6位を取ったらどっちかが退場になっちゃうから、うん、一応イダレソニョとブレイブガールズがリーチかかってるというようなことですからね、うん、次がミッション3となって、うん、でそれを過ぎるとファイナルミッションになる、ね、ということですから、大事な今回は次のステージになると思いますので、そちらも、ぜひぜひ注目していきたいと思います。
まあ私もいらんこと今日もいっぱい言いましたけども、皆さんの感想とかちょっと視点なんかもね、よかったらコメントの方に書いておいてください。そして、チャンネル登録まだという方はぜひともチャンネル登録していただいて、一緒にですね番組を楽しんでいきたいと思います。高評価ボタンも忘れずに押しておいてください。おかえりお疲れこんばんは、今日もまちこと夢まちがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。